昨夜すぐに取り調べを行わなかったのは少し落ち着いてもらおうと思ったからです。どうです、一晩寝て気持ちは変わりましたか？気持ち？何のことですか？正直に言います、私はあなたが犯人だとは思ってない。あなたがやったというのは嘘ですね。嘘じゃありません、本当です。私はあの魔女イリスをさらって冷凍倉庫に連れて行き、そしてイリスを台に固定して目玉をくり抜いた。はい。あの白クマの着ぐるみは通販で買ったものです。あれを着てたのもあなたなのね。そうです。伊達君、犯人が自供したわ。すぐに逮捕状の請求を。お前よくそんな感じでアビスの指揮官になれたな。枕営業でのし上がったらしい。なんか信憑性があって引くわ。それはあの白クマの中にいたのはあなたなんですよね。だったらあなたが太田君を刺したということになりますが。はい、そうです、私が刺しました。家から持ってきた包丁で。もちろん傷つけるつもりはなかったんです。ですが取っ組み合いになって気づいたら。私の息子はあの魔女にたぶらかされてるんです。グッズだのライブだのお金をいっぱい貢がされて。だから息子の目を覚まさせてやりたい、救ってやりたいと思って。それはあの女が憎くて、ただ殺すだけでは生ぬるいと思って。あの魔女がむごたらしい姿で死ぬ瞬間を世界中の人々に見てもらおうと思ったんです。失礼ですが、真由美さん、あなたにネット配信の知識はあるんですか？バカにしないでください。こう見えたって私は。それじゃあ手順を教えてもらえますか？え？ネットで動画を配信する手順です。そんなの言葉で説明できやしませんよ。なんというか感覚的なもんで。とにかくその時はいじってみたらできたんです。ゴミ置き場に捨ててあったのを拾ってきました。どこのゴミ置き場ですか？さあ覚えてません。でも本当です、あれは私が準備したものなんです。第二サイクロ事件のことはご存知ですか？我々はこの犯人のことを便宜的に2代目のサイクロプスと呼んでいます。ええ、知ってます。名波翔子と沖浦蓮樹って人が殺された事件のことでしょ？そうです。二人の死体は左目をくり抜かれた状態で発見されました。イリスも同じように左目を。このことから3つの事件は同一人物による犯行と考えられています。したがって冷凍倉庫の白クマ、その中にいた人物こそが2代目のサイクロプスということに。それがあなただっていうんですか？あなたが翔子と沖浦を殺したと？はい、私がやりました。
それは覚えてません。覚えてないって、そんなの通用すると思いますか。私は脳の機能障害を患ってるんです。覚えてないもんは覚えてないんだからしょうがないでしょ。でも冷凍倉庫のことは記憶にあるんですよね。思い出せる時と思い出せない時があるんです。その時々の調子によって変わるんですよ。伊達、今真由美が言ったことについては事実だ。これまで全く思い出せなかったことでも、何かのきっかけで脳の回路がつながれば、突然そのことを思い出せるようになったりする。それが真由美が患っている病気の特徴だ。沖浦蓮司はあの魔女が所属している事務所の社長でしょ。魔女を使って青少年の心をもてあそび、多くのお金を巻き上げて、きっと自堕落な放蕩生活を送っていたに違いありません。その意味ではあの男こそが諸悪の根源だからです。だから殺したんです。確かあの女は沖浦の前の妻でしたよね。それで沖浦を苦しめてやろうと思って。ですが二人は4年も前に離婚してるんですよ。そんなの関係ありません。一度ちぎりを交わした男女のつながりは永遠なんです。それはあなたの考えでしょ。沖浦がそう思ってなかったら。あんたいちいちうるさいんですよ。とにかく私はそう思ってたんだから、それでいいじゃないですか。嘘じゃありません。法廷でも同じように虚偽の証言をしたら罪になりますよ。だから言ってるじゃないですか。私は嘘なんかついてません。翔子と沖浦を殺したのは私だし、あの魔女を切断しようとしたのも私なんです。伊達君、これ以上続けても意味がないわ。彼女は明らかに偽証してる。お前って本当にコロコロ変わるよな。最初に言ったのは冗談よ。私だって彼女が犯人だなんて思ってない。犯人です。本当に犯人なんです。今信じられる事実は一つだけ。真由美の購入した驚きマンチョコが冷凍倉庫に落ちてたってこと。もしも真由美が太田よりも先に現場に行ってたとすると、犯人の顔を見てる可能性が。さあここまで言えばわかるでしょ。伊達くん、シンクして。ピュータ、松下真由美にシンクするわ。すぐに準備して。どうしたんだ。シンクシステムの調子が悪いんです。昨日のシンク、太田と伊達さんの相性が良くなかったみたいで。相性？詳しいことは省略しますが、二人のシンクロ率を高めるためにちょっと無茶なことをしちゃったんですよ。そのせいでうんともすんとも言わなくなっちゃって。どのくらいで治るの？毎日16時間。8時間で何とかして。無茶言わないでくださいよ。すぐにシンクはできないか。かといってあれ以上取り調べを続けても意味はないし。伊達、松下食堂に行ってみないか。もしかしたら何か手がかりが見つかるかもしれない。ああそうだな。じゃあピュータ、装置の修理頼んだわよ。6時間後にまた来るわ。さりげに時間削らないでくださいよ。最低でも8時間、このラインは譲れませんからね。とか言ってピュータは6時間で何とかしちまうんだろうな。ええ、ピュータはそういう男よ。ちょっとパワハラで訴えますよ。
真由美のやつ、なんで偽証を。おそらく誰かをかばってるんだろう。誰かって言わなくてもわかるだろ。真由美がかばう相手と言ったら一人しかいない。それ以外には考えられん。じゃあ真由美は太田が真犯人だと思ってるのか。昨夜太田はイリスと一緒に松下食堂を出て行った。真由美はそれを見ている。だが太田は犯人に腹を。もしかして真由美はまだそのことについては思い出してないと。いや、そうじゃない。それも含めて太田の犯行だと真由美は思っているのかも。太田が自分で腹を刺したって。そうだ。なんでそんなこと。そのことを説明する前に一つ聞きたい。お前は太田が犯人である可能性についてどう思ってる。ありえないだろう。どうして。例のワンボックスは助手席にイリスを乗せたまま何者かによって強奪された。その車を奪った奴が犯人に決まってるじゃないか。その時イリスが助手席にいたとは限らない。イリスは運転席にいたのかも。どういうことだ。だからイリスは自分でハンドルを握り冷凍倉庫に行ったのかもしれないってことだ。だがハンドルには太田の指紋だけしか。そんなものどうとでもなるだろう。例えば服の袖を引っ張って指先まで覆ってしまえば指紋はつかない。イリスは左目をくり抜かれていた。太田がそんなことをするはず。じゃあ自分でくり抜いたのかもしれん。あるいは太田に頼み込んだという可能性も。私の左目を抜き取ってくれってな。昨日のソムニウムで太田は白熊と。あれはただの夢だ。現実に起こった出来事とは限らない。要するに太田とイリスの共犯による自作自演だったのかもってことだ。自作自演。イリスは松下家のワンボックスを、太田は奪ったステーションワゴンを運転し、それぞれ別々の車で冷凍倉庫へ。で動画の配信準備を整えてから、イリスは自分の左目に麻酔をかけてその眼球を抜き取った。あるいは太田に頼んで摘出させた。そしてイリスは台の上に横たわり、太田は白熊の着ぐるみを着て氷の切断機を始動。ここでよく思い出してほしい。あの動画の中で太田と白熊が一緒に画面に映ることは一度もなかったんだ。確かに。ってことは太田はその後カメラのフレーム外で着ぐるみを脱いで。汗とんちゃ
長も僕が守る。もしかしたら真由美はその様子を冷凍倉庫で見てしまったのかもしれない。さらにその場で太田とリースが自作自演について話しているのを聞いてしまったとも考えられる。それで太田をかばうために偽証を。まあ可能性の話だけどな。もしも仮にイリスが翔子とキューラを殺した犯人だったとしたら、白熊の剣をでっち上げることでイリスを容疑者リストから外そうとした。そのためにイリスは目玉をくり抜き、太田は自分の腹を刺したっていうのか。他に犯人がいると見せかけるために。何度も言うようだが、ただの仮説だ。いくつもある可能性の一つと考えてほしい。いや、だがその可能性は限りなくゼロに近いだろう。いくらなんでも疑いの目を背けるためにそこまでするとは。だって二代目のサイクロプスが異常者だぞ。翔子と沖浦の死体がどんな姿で晒されていたか、もう一度思い出してくれ。さらに二人とも生きながらにして眼球を奪われている。どう考えてもまともな神経の持ち主とは思えん。俺たちの常識は通用しないか。太田、お前どうして。なんで母さんを逮捕したんだ。疑いを晴らすためだって言ってたのに。なのにどうして。よくないよ。いいわけないだろ。僕は犯人にお腹を刺されたんだぞ。そう熱くなるな。傷口が開くぞ。くっ。胃がねじれるぐらいにね。手術は無事に成功したけど、まだ ICU から出られないみたいで。当たり前だろ。母さんは僕の母さんなんだ。母親のことを心配に思わない息子なんていないよ。
病院にいたら今朝早く警察から連絡があったんだ。母さんが犯行を自供したって。それでいても立ってもいられなくなって警察に行ったんだけど、取り調べ中だからって母さんには会わせてもらえなくて、そのまま病院に戻る気にもなれなかったし、だからここに。お前さっきなんで母さんを逮捕したんだって言ってたが、真由美は別に逮捕されたわけじゃないぞ。え？確かに俺は真由美の取り調べを行った。だがそれは容疑者としてではなく重要参考人としてだ。真由美は犯行を自供したが、今のところ偽証の可能性が高い。だから逮捕状は請求してないんだよ。そうだよ、母さんはやってない。母さんは無実だ。ある人物が言ってたんだ。もしかしたら翔子と沖浦を殺したのはイリスで、冷凍倉庫の一件は自分から疑いの目を背けるためにお前とつるんでやったことなんじゃないかって。そんなのありえないよ。だってアセトンちゃんは左目を自分でくり抜いたのかもしれない。もしくはお前に頼み込んで抜き取ってもらったとか。冗談でしょ。僕がそんなことすると思う？っていうか僕は犯人と直接戦ってるんだよ。お前が戦ってる場面は例の動画に映ってなかった。もちろんお前が腹を刺されたところも。僕が自分でお腹を刺したっていうの？自作自演、お前の得意技だろ。そんな。だから違うって言ってるじゃん。じゃあどうして真由美はお前のことをかばってるんだろうな。母さんが僕を。真由美が頑なに偽証を続けているのは誰かをかばっているからだ。そしてその誰かとはお前以外に考えられない。母さん、なんでそんなこと。どうやら真由美はお前が犯人だと思ってるらしい。どうして。理由はこっちが聞きたいよ。何か心当たりは？もしかしたら病気のせいかも。母さん脳の機能障害を患ってるんだ。それで記憶が混乱して。全部僕のせいなんだ。僕のせいで母さんは。こう見えて昔はこの食堂も結構繁盛してたんだ。近くの川崎地区にはブルームパークがあるでしょ。そこのお客さんが行き帰りの途中でよく立ち寄ってくれてて、でも8年前の事故のせいで。化学工場の爆発事故のことだな。うん。ここはギリギリ立ち入り禁止区域には入らなかったけど、ブルームパークが閉鎖された煽りで当然のように客足は途絶えて、この食堂も長くは持たなかった。店が潰れてから父さんは昼は中華料理のチェーン店で、夜は交通整理の警備員として働き始めた。母さんはビルの清掃員。二人とも寝る間も惜しんで働くようになったんだ。お前は？当時の僕は高校生だったから。いや、ただのバカだったから。両親が働くのは当たり前だと思ってバイトとかをしたりはしなかった。それどころかパソコンを買ってもらったり、アイドルのライブのチケット代を出してもらったり、何不自由なく生活させてもらったよ。でも実はうちにはすごい額の借金があって、住居兼店舗としてのここのローンだよ。父さんも母さんもここを手放そうとはしなかった。この店には思い出がたくさん詰まってるから、その思い出を守るために二人は身を粉にして働い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 て、そんな二人のおかげで僕は大学にも進むことができたんだけど、
僕が入学してからすぐに父さんは亡くなったんだな。うん、過労のせいで心筋梗塞を起こして、それでも僕は二人の苦労が分からなくて、大学では遊びほうけて留年までして、なのに母さんは僕を責めることはしなかった。いつだってニコニコと笑って、僕がすることは何でも許してくれた。大学を辞めるって言ったあの日も。母さん、僕退学しようと思うんだ。え？どうしてまた？僕作家になるって決めたんだよ。そりゃ立派な志だね。だけどせっかく入ったんだし、一応大学は出ておいた方が。はあ、母さんは分かってないな。作家ってやつはね、自分の時間の全てを創作活動に当てなきゃならないんだ。大学なんか行ってる暇はないんだよ。それにも出版社の編集者さんとも仲良くなっちゃったし、デビューは間違いないんだ。そうなのかい。太田がそんなに言うなら母さんは止めないけど。うん、好きにおやり。大丈夫、太田ならきっとうまくいくさ。たとえどんなことがあっても母さんは太田の味方だからね。いつまでもいつまでも太田のこと応援してるから。うん、よくわかったね。本当は SNS で二言三言やり取りしただけなんだ。なのに僕は舞い上がっちゃって、そんな希薄な根拠で作家になれるって本気で思い込んじゃって。無理なのに。なれるわけないのにさ。だって実は僕、今まで一度だって小説を書き切ったことがないんだ。いつも初めの1万字ぐらいで投げ出しちゃって、新人賞に応募するなら最低でも10万字前後は書かなきゃいけないのに。なのに、それなのに母さんはそんな僕のことを応援してくれて。僕が大学を辞めてすぐのことだよ。母さん、僕の前ではニコニコしてたけど、本当は精神的にかなり参ってたんだと思う。それで。おや、どうしたんだい、太田。今日は大学は休みなのかい？それって嫌味？ああ、そうだったね。大学はもう。ごめんね、母さんたらすっとぼけちゃって。息子の一大決心を忘れるかな。ごめんごめん。それよりお腹は空いてないかい？朝から何も食べてないだろう。からかってるね。え？朝も昼も食べただろ。あれ、そうだったかね。ところで太田、こんな時間まで家にいて大学はいいのかい？やっぱりからかってるんだ。からかってなんか。僕をバカにするな！母さんが病気になったのは僕がクズだったからだ。自分のことばっかり考えて、母さんのこと大事にしないで、病気が発症してからもからかわれてると勘違いして、僕は母さんにきつく当たっちゃって、それでますます病状は悪化していって、母さん。その写真は？
真を見ると思い出すんだ。あの時のこと。小さい頃、母さんにひどいこと言っちゃって、父さんにこっぴどく怒られて、それで、お詫びじゃないけど、僕は父さんと一緒に母の日にプレゼントを。そしたら母さん、泣いて喜んでくれて、この写真は、その時に撮ったものなんだ。なんでこんなことになっちゃったんだろう。僕はなんてダメな息子なんだろう。なあ相棒、どうした。太田は確かにクズ野郎だ。だがどうしてもこいつが犯人だとは思えない。その根拠は。今の話を聞いて思ったんだよ。こいつは悪い奴じゃないって。やれやれ、あまりにも非論理的な推測だ。人間とはそもそも非論理的な生き物だ。お前みたいな AI とは違って論理に徹することができない。だがその代わり人間には一つの優れた機能が備わっている。何のことだ。直感だよ。役に立つのか。時にはな。うむ。相棒、もう一度冷凍倉庫に行ってみよう。もしかしたら何か見逃してるものがあるかも。はあ、分かったよ。伊達、倉庫を調べるんじゃなかったのか。いや、ちょっと気になることが。相棒、この車が太田に奪われたのは間違いないんだよな。言っただろ。ファミストの駐車場に設置された防犯カメラがその時の様子をはっきりと捉えている。ってことはこいつをここまで運転してきたのは太田ってことに。何当たり前のこと言ってるんだ。相棒、あの木箱の中には何が。お前の好きな本がぎっしり。犯罪捜査に関する学術的な研究資料か。肌色の面積が多いやつだよ。だって見ろ、海底に牛の舌が。牛の舌ってなんだよ。舌びらめのことだよ。よく見えるな。見えて当然だろ。ルックとルックスだけが私の取り柄みたいなもんだ。伊達、ボラードって知ってるか。ああ、もちろん。口裂け女が嫌いなやつだろ。それはポマード。あれのようだな。あれってなんだ。あれはあれだよ。ああ、お前の寝相のことか。俺っていつもあんな姿勢で寝てんの。
なあ相棒、このワンボックスをここまで運転してきたのは誰だ？可能性は2つある。イリスか、イリスをさらった犯人か、どちらかだ。真由美である可能性は？チョコの購入時刻から考えてほぼありえない。ファミストの駐車場でワンボックスが乗っ取られたのは日曜日の午後10時32分。その時刻、真由美はファミストから100メートルほど離れたエイトの店内にいた。冷凍倉庫の中には真由美が購入した驚きマンチョコが落ちていた。もちろんだからといって真由美がここに来たと断言することはできない。だがもしも仮に来たとしたら、どうやってここに？乗ってきたのがワンボックスでもステーションワゴンでもないとしたら。そうか、別の車か。日曜日の夜から月曜日の未明にかけてこの付近にやってきた車を検索すればいいんだな。見つかったぞ。一台の個人タクシーが引っかかった。今そのタクシーはどこに？どうやらレムニスケートの駐車場に止まっているようだ。レムニス？どうして？理由まではわからん。とにかく運転手から話を聞いてみよう。ちょっといいか？うん！足ですかい？足って伊達、おっさんの面白一人称に気を取られている場合じゃないぞ。念のため確認させてくれ。あんたは？足はしがないタクシードライバーでござんすよ。当たりだな。警察だ、話を聞かせてくれ。紙面？そうかな。おい伊達、見ろ、アリ地獄さんがいるぞ。わーいわーい、アリ地獄さんだ。ハイスツールとはハイなスツールのことだ。何当たり前のこと言ってるんだ。特集、誰でもできるネズミ講でござんすか。後でコンビニにでも寄って買って帰るとしますかね。ミグナスピールの新作 PV でござんすね。なんで知ってんだよ。あの絵気になるでござんすか？飯盒オタクウサギってタイトルらしいですよ。遠すぎるんですけど。まさかアセトンちゃんまでやられちゃうなんて、ほんと勘弁してって感じだよ。もしかしたら私もなんて思うとマジ不安でさ。ねえ伊達っち、誰か私を守ってくれる男紹介してくんない？大丈夫、君は多分一人でも生きていける。そんなことないよ。
界ってスケジュールとかめっちゃ厳しいじゃん。うちが動かなくなったらいろんな人に迷惑かかるし、そう簡単に休みにしたりとかできないみたいよ。なんて言ったの？聞こえない。ああ、食事？前も誘ったよね。でもやっぱ難しいんじゃないかな。あの時も言ったけど、私レプティリアンだからさ。冗談だろ？本当だよ。だって私野菜しか食べられないもん。それは多分ベジタリアンだ。埼玉の川越でござんすよ。じゃあその喋り方は生まれつきでござんす。両親ともこんな喋り方なのでござんして。ため池山王のスタジオからタレントさんを乗せてここまでやってきたのでござんす。だけどまたすぐ移動するってことだったんで、ここで待たせてもらってるのでござんすよ。日曜日の夜、このおばちゃんを乗せなかったか。へえへえ、よく覚えてござんすよ。このババアなら確かに乗せたでござんす。ババアって。でもって東京の街をあちこち回って最後にたどり着いたのは有明の倉庫街でござんした。どうして通報しなかったんだ？通報？これだけ大々的に報道されてるんだ。有明の冷凍倉庫の事件知らないわけじゃないだろ。いや知らないでござんすね。あしは新聞とかニュースとかからっきし見ないタイプでござんすから。確か夜の10時ぐらいでござんしたかね。もう潰れちまったのでござんすが、樺崎地区の近くに松下食堂って店がござんしてね、その近くでさっきのババアを拾ったのでござんす。ババアのやつ車に乗り込むや否やだいぶ焦った感じの様子で、前のワンボックスを尾行してくれなんて言い上がりまして、なんだか映画みたいな展開でワクワクしたのでござんすが、一応何があってもいいように料金だけは前払いで先にもらっといたのでござんす。で尾行を開始して30分ぐらい経った頃、前のワンボックスが突然コンビニの駐車場に止まっちまいやがりまして。甲州街道沿いにあるファミストだな。ええ、その通りでござんす。よくお分かりになったでござんすな。ですが同じ駐車場に車を止めたんじゃ尾行してるってバレちまうでござんしょ。そこであっしは一旦ファミストの前を通り過ぎて、そっから100メートルほど先にあったコンビニ8の駐車場に入ることにしたのでござんす。でワンボックスが動き出すのを待ってたら、あのババア何を思ったのかいきなり買いたいものがあるとか言い出して8の店内に駆け込んでいっちまいまして。おそらくこの時だろう。真由美が驚きマンチョコを買ったのは。それからしばらくして買い物を終えたババアが店の外へ出てきた直後のことでござんした。例のワンボックスが目の前の甲州街道をズバビューンと駆け抜けていくのが見えまして、あっしは慌ててババアを乗せるとそのまま追跡を再開。さらに30分ぐらい尾行を続けたのでござんす。なるほど、今の話が確かなら太田がファミストに置き去りにされたこと、真由美は気づいてなかったことになるわ。真由美はずっと
太田はワンボックスに乗ったままだと思い込んでたってことか。やがてたどり着いたのはとある立派なお屋敷。ワンボックスは門から敷地内へ入り姿を消してしまいました。仕方がないから足たちはその屋敷の近くで待機して、それから10分もしなかったと思います。すぐにまた屋敷の門からワンボックスが出てきたんで、足たちは再び尾行を始めたのでござんす。ところがさらに30分ぐらい走ったところで尾行はまたしても中断。何があったんだ？ワンボックスが立ち入り禁止区域の樺崎地区に入っちまったのでござんす。ババアには追うように言われたのでござんすがね、バレたら免停じゃ済みませんから、禁止区域の手前で車を止めて、足たちはワンボックスが戻ってくるのをひたすら待ち続けることにしたのでござんす。まあ同じ道を引き返してくるとは限らないですし、そもそもいつ戻ってくるかもわからなかったんで、ある意味賭けみたいなものでござんしたけどね。でもババアがどうしてもっていうもんですから仕方なくは。それからおよそ45分後、日付が変わって月曜日の午前0時25分ぐらいのことでござんした。よくそこまで覚えてるな。あっしはいつも決まったラジオ局の放送を聞いてるのでござんして、その時に起こった出来事と番組のタイムスケジュールを照らし合わせれば大体の時刻がわかるんでござんすよ。なるほどな、続けてくれ。で、午前0時25分、ババアの執念が実ったのか、賭けはズバリ的中することに。ワンボックスが消えていった同じ道からまんまと引き返してきやがったのでござんす。あっしは三度尾行を再開。ここまで来たんだから絶対バレるわけにはいきません。そう思って今まで以上に車間距離を取ってたら、そいつがあだになっちまいまして、有明の倉庫街に入ったところでうっかりワンボックスの姿を見失っちまったのでござんす。そしたらババア何も言わずに車を降りちまって、しばらく待ったんですがババアは戻ってこなくて、しょうがないんで足は諦めて帰ることにしたのでござんす。お代の方先にもらっといてよかったでござんすよ。話は分かった。最後に一つ聞かせてくれ。ワンボックスが途中で立ち寄ったお屋敷っていうのは？うん、タクシードライバーなら誰もが知ってる豪邸、国会議員の瀬島って人の家でござんす。瀬島？なんでワンボックスが瀬島の家に？とにかく瀬島のところに行ってみよう。ああそうだな。誰もいないな。ああ。瀬島もボディーガードの姿もない。うむ。屋敷に入ってみよう。なあ相棒、なんだか妙な匂いがしないか？私に匂いのことを聞かれても。あ、そうか。
あの壺、何か変だな。どうした？どうやら、匂いの出所はこいつらしい。中に何か入ってるのか？多分そうだと思うが、口のところが鉄板で覆われてる。ボルトでがっちりと固定されていて、開きそうにもないな。ああ。だったら、いつものあれで。なんだこいつは。伊達、壺を破壊しろ。ああ、わかった。2代目のサイクロプスの犯行と考えられる。死亡推定時刻は今日の午前11時から正午の間。俺が松下食堂で太田と話してた頃か。その時真弓は警察に、イリスは病院の ICU にいた。いたというか、今も引き続き両者はずっとそこにいるわけだが。いずれにせよ、太田、真由美、イリスの3人には犯行は不可能。全ての事件が同一犯によるものだとすると、この3人は容疑者から除外されることになるわ。3人は2代目のサイクロプスではないと。ところで、この屋敷にはどうして誰もいないんだ？ボディーガードも家政婦の姿もないが。さあな、私に聞かれてもわからん。瀬島の家族は？妻は30年前、一人息子を産んだ直後に亡くなっている。その息子は現在、海外に居住しており、日本にはいない。つまり、この屋敷で暮らしていた瀬島家の人間は、瀬島そう一人だけだったってことか。それがどうかしたのか。いや、ちょっとな。伊達、ピュータからだ。繋いでくれ。伊達さん、真空システムが直りましたよ。これで松下真由美に真空できます。ああ、そいつは良かった。だが、それより大変なことが。何かあったんですか？瀬島の死体が見つかった。左目がくり抜かれた状態で。え？場所は瀬島の自宅だ。大至急捜査班をよこしてくれ。なんで瀬島が？詳しいことはアビスに戻ってから報告する。わかりました。伊達、どうする？捜査班が到着するまで待つか？いや、一つ確かめたいことが。さっきの運転手の話が事実なら、昨日の未明、真由美は確実に倉庫街を訪れてることになる。冷凍倉庫に驚きマンチョコが落ちてたのは、やはり真由美があそこにいたからだったんだ。もしかしたら真由美は俺たちが知らない何かを現場で見ているかもしれない。真由美自身も気づいていない犯人の手がかりになるような何かを。要するに、そう、真由美にシンクするってことだ。
伊達さん、セジマの件ですが、すでに大規模な捜査が始まっています。それをマスコミの連中が嗅ぎつけて、今外の方じゃ大変な騒ぎに。そうか。だが今はシンクに集中したい。マユミの脳内に潜ることで真犯人に関する手がかりが見つかるかも。わかりました。準備はいいですか？ああ。それじゃ行きます。だったかしら。あらやだ、私ったら。ここ自分家じゃない。はあ、私本当にどうしちゃったのかしら。松下食堂か。かなり殺風景だが、やはりディメンツの影響か。だったら思い出させてやればいい。そんなことができると思うか？この食堂は真由美の全てだ。さっきと同じように真由美の記憶と同じ言動をとってみることで、真由美の記憶をもう一度呼び覚ますことができるはずだ。それも直感か？役に立ちそうだろ。仕方ないやつだ。ソニウムスキャン開始。口の引き戸だが、向こうに見えるのは、おかえり。おかえりなさい、太田。遅かったね。ただいま。お腹空いてない？今日の夕飯は太田の好きなオムライスだよ。お父さんはまだ帰ってきてないけど、先に食べちゃおうかね。またそれ。いい、外で食べてきたから。でも。いいって。あ、太田ちょっと。太田。病気の影響で忘れてしまっているが、もともと真由美にとって大切な記憶なんだろう。悲しい記憶に見えるわ。それがたとえ悲しい記憶でも。伊達さん、残り5分切りました。電話だ。出てみたらどうだ。そうだな。お父さん。はい、松下食堂。はい。ええ、そうですが。はい。え？お父さんが。なんで、どうして。
また店が元に戻ったか。大切なというよりも忘れられない記憶か。これ以上続けたら真由美にとって悪い影響しかないんじゃないか。たとえそうだとしても最後まで見届けなきゃならない。俺たちがやらなきゃならないんだよ。分かった。美味しそうなケーキだ。誰のために用意されたものだろうな。ありがとう。真由美へのケーキではないのか。自分がもらうより記憶に残るケーキなんてあるか。大切な人が喜んだプレゼントなら自分のこと以上に嬉しいものだ。真由美にとっての大切な人か。美味しそうなケーキがある。伊達さん、残り4分切りましたよ。オータ、おめでとう。ただいま。オータ、大学合格おめでとう。オータおめでとう。万歳万歳。かなり甘やかされていたようだな、オータは。ああ、あんな人間に育つのも納得だ。だが、それだけ真由美にとってオータは大切な息子だということだ。そうだな。何かの郵便物だろうか。封筒だ。これは松下家のローンの残高証明書だな。もっと頑張ろう。お父さん。あいつのやりたいこと応援してあげようやな。はい、太田の夢のためにももっと頑張りましょう。辛い記憶を呼び覚ましてしまったな。いや、そうじゃない。なぜだ。真由美は借金と店の経営に苦しんで。ただ苦しんでいるだけの人間ならあんな顔はしないんだよ。そういうものか。チョコレート菓子についているシールだな。おかえり。あれ買ってきてくれた。あれ、これは小さい頃の太田か。あれってチョコ。そうだよ、驚きマンチョコ。お願いしたでしょ。ああ、あれね、もちろん買ってきたわよ。ほら、太田の好きな桃の木マンチョコ。はい。これじゃない。え、でもちゃんと桃の木マンチョコって書いてあるよ。だから僕が頼んだのは桃の木マンじゃなくて驚きマンだよ。あら、ごめんね、母さんたらバカで。
のバカじゃない。母さんなんて大バカだ。ごめんね、母さんたら大バカで。すぐに本物の桃の木マン買ってくるから。バカ。だから桃の木マンじゃなくて驚きマンだよ。もうやだ、バカな母さんなんて嫌いだ。え、オータ待って。オータどこ行ったの。やだ、もう隠れてないで出てきておくれよ。オータってば。オータねえ、ごめんね。オータ母さんもう間違えないからさ。オータあ、戻ってきて、オーター太田。お父さん、私を一人にしないでお願い。太田ごめんね。太田、太田、お父さん、もう私一人じゃ。私を置いていかないで。そういうことだったのか。だって、なんてことをしてくれた。こんな状態のまま戻ったら、真由美は。ああ、悪影響を及ぼすかもしれないな。どうするんだ。もう少しだけ真由美の過去を呼び覚ます。お前、ここまで家族のことを思っているなら必ずあるはずなんだ。家族とのかけがえのない幸せな記憶が。それも直感か。そうだ。壁掛け時計だ。おかえり。あれ買ってきてくれた。時間が戻ってしまった。時間は有限なんだぞ、真剣に考えろ。うるさい、わめくな。必ず方法はある。残り3分切りました、伊達さん。なんだ。壁掛け時計。
チョコレートが…おかえり。もちろん買ってきた。ほら、太田の好き。はい、これじゃない。でもちゃんと…だが、僕が頼ん…あら、ごめん。ただの…ごめん、すぐに…バカ。だからもうや…壁掛け時計だ。お父さん。母さん、あのね、いつも苦労かけてるだろ。だから、ほら、太田も。うん。母さん、いつもありがとう。僕、本当はね、母さんのこと大好きだよ。私もよ。太田もお父さんも大好き。何があってもずっと愛してるから。今日のことは絶対に忘れないから。よし、これからも家族3人支え合って頑張っていこうな。これでもう戻っても良さそうだな。ああ、そうだな。ところで伊達。ん？確かに、たまには役に立つこともあるな。何の話だ？お前の直感のことだ。太田、すまなかったね、心配かけて。え、どういうこと？お前の母さんは自供を覆したんだ。はあ、よかった。でも母さん、なんで僕が犯人だなんて。ああ、それはな。
白熊があのイリスって子の目玉をくり抜いてたんです。私恐ろしくて恐ろしくてたまらなくなってすぐにその場を離れました。あのチョコはきっとその時に落としたんだと思います。それから私は倉庫街を逃げて逃げて逃げてひたすら逃げ続けて遠くまで来たところでふとこう思ったんです。もしかしたらあの白熊は太田だったんじゃないかって。その時の私はワンボックスを運転してたのは太田だと思い込んでしまっていたので、イリスを倉庫に連れて行ったのが太田ならあの白熊も太田だったに違いない、そう思ってしまったんです。とまあそういうわけだ。ごめんね母さん、太田を疑ったりなんかして。ううん、しょうがないよ。それに元を正せば母さんに心配をかけた僕が悪いんだ。太田、だけど母さん、どうして尾行の途中で驚きマンチョコなんかを買ったの？それは太田、お前は小さい頃驚きマンチョコが好きだったんだろ？うん、小学生の頃はクラスで 1,2 を争うコレクターだったよ。店の中にもダブったシールをベタベタ貼ったりして。お前と真由美には驚きマンチョコに関する強い思い出がある。うん、でも驚きマンチョコみたいに甘い思い出ってわけじゃないけどね。それは黒くてほろ苦い、ちょっと胸が痛くなるような思い出で。それじゃない。でもちゃんと桃の木マンチョコって書いてあるよ。だから僕が頼んだのは桃の木マンじゃなくて驚きマンだよ。あら、ごめんね母さんたらバカで。ただのバカじゃない、母さんなんて大バカだ。ごめんね母さんたら大バカで。すぐに本物の桃の木マン買ってくるから。バカだから、桃の木マンじゃなくて驚きマンだよ。僕が怒鳴ると母さんはすぐに驚きマンチョコを買い直しに行ってくれた。それと入れ違いになって父さんが食材の仕入れから戻ってきて、僕は父さんにこっぴどく叱られた。母さんになんて口を聞くんだ。だって母さんがバカだから。バカは母さんのことをバカ呼ばわりするお前の方だ。母さんはお前を喜ばせようと思って買ってきてくれたんだぞ。なんで人の気持ちがわからないんだ。お前のことをそんな風に育てた覚えはない。だってだって帰ってきたら母さんに謝りなさい。父さんに言われた通り、僕は帰ってきた母さんに謝った。でも心の中のキリキリとした痛みは、母さんを傷つけてしまったという胸を締め付けるような痛みは、母さんに謝っても消えることはなく、そのせいでしばらくの間僕は母さんに対してギクシャクしてしまって、そしたら数日後父さんが言ったんだ。なあ太田、一つ相談があるんだが。なんだ、今度の母の日、二人で何か母さんにプレゼントしないか。プレゼント？
頑固一徹の父さんがそんなことを言うのは初めてだった。ほら、いつも母さんには世話になってるから、たまには恩返しようと思ってな。きっと父さんなりにあれからギクシャクしていた僕と母さんの仲を気にかけてくれていたんだと思う。そして母の日、僕はそれまで貯めていたお年玉を使って母さんに花柄の包丁をプレゼントした。父さんの方は決して多くないお小遣いをやりくりして花柄のエプロンを。受け取った母さんの目から大粒の涙がこぼれた。こんなダメな母親なのにありがとうね。母さんは全然ダメじゃないよ、僕らの自慢の母さんさ。ね、父さん。母さんは最高の母さんだ。ありがとう、ありがとうね。はい、チーズ。ごめん、長々と話しちゃったけど、何の話だったっけ？驚きマンチョコの話だ。なぜ真由美は尾行の途中であのチョコを買ったのか。え？尾行？母さん、記憶障害のせいか、一度接続した回路が再び途切れてしまったらしい。太田、ここから先は俺の勝手な推測に過ぎないが、実はさっき真由美の頭の中を覗かせてもらった。頭の中を？真由美の頭の中はお前のことでいっぱいだった。溢れかえるほどにな。きっと尾行中の真由美はお前に戻ってきてほしかったんだ。だから驚きマンチョコを買った。お前がかつて大好きだったあのチョコを。それさえあれば太田は喜んで帰ってきてくれる、そう思って。真由美の中ではまだ幼いままなんだよ、お前の存在は。は？まあ当たってるかどうかはわからないけどな。いや、きっとそれが正解だよ。息子の僕にはわかる。母さんは僕のためにあのチョコを。すみません、どちら様でしたっけ？私は伊達と言います。太田君の友達みたいなものです。太田の友達？そうですか、仲良くしてやってくださいね。母さん、僕はこれまでずっとわがままばかり言って母さんに無理をさせちゃって、だからこれからは僕が母さんの支えになれたらと思うんだ。新聞配達でも清掃員でも何でもやるよ。とにかくすぐに働いて母さんに楽な暮らしを。作家の夢はいいのか？もちろん諦めないさ。
これからも書き続けるよ。まずは短編を一本書き上げるところから。出来上がったら読ませてくれよ。うん、必ず。ああ、そういや、大事なことを伝え忘れてた。大事なこと？ここに来る前にナースステーションで聞いたんだ。イリスは無事意識を取り戻したらしい。本当に？ああ、明日には ICU からこっちの一般病棟に移されるそうだ。よかった。お前はイリスの命を救った恩人だ。もしかしたら、もしかするかもしれないぞ。え？何？もしかするって？じゃあな。イリスって、オータのガールフレンドかい？うん、今度紹介するよ。とってもいい子なんだ。そりゃ楽しみだね。オータのフィナンシェになる人ならちゃんとおめかししなきゃいけないかしら。フィナンシェ？フィアンセじゃなくて？ああ、そうそう、それよそれ。たくも母さんたら。だって、事件はまだ何も解決してないぞ。ああ、分かってる。今夜も眠れそうもないな。Thank you.
瀬島殺害の件、捜査の進捗状況は？特に進展なし、手がかりゼロね。いや、2だな。 2？ 2つあるってことだ。まあ、瀬島殺しの件とは直接的なつながりはなさそうなんだが。何なのよ、その2つの手がかりって。まず1つ目、これは口で説明するより見てもらった方が早いだろう。ボスの PC にとある映像データを送っておいた。ボス、ちょっと確認してもらえないか？日曜日の夜の映像ね。そう、伊達が松下食堂で太田に殴られた後の。アセトンちゃん待ってて、今車取ってくるから。この魔女。そこだ、止めてくれ。私もついさっき気づいたばかりなんだが、イリスとマユミの足元に中華鍋が転がってるだろ。ええ、転がってるけど、それが？よく見てくれ、局面になったそこの部分、何かが反射して映ってるように見えないか？イリスとマユミの体か？ふむ、これではよく見えないと思うから拡大したものを用意してみた。ボス、次の映像を。うちの太田に近づかないでおくれ。アセトンちゃん、どうしたの？何かあった？ううん、なんでもないの。じゃあ行こうか。太田、おい、どういうことだ？イリスがあの花柄の包丁？映像はこの後も続くが、ここまで見ればもう十分だろ。その通り、イリスはあの包丁を持ったまま太田と一緒に店を出て行ったんだ。だが太田の証言が確かなら、あの包丁は白熊が持ってたはずで。イリスが拉致された時に奪われたとか。ファミストの駐車場でワンボックスごとさらわれた時にか。まあいい、ひとまず考えるのは後回しだ。相棒、手がかりは2つあるって言ってたよな。もう1つは何なの？ああ、これもついさっき判明したことなんだが、沖浦の死体を解剖した結果、腸内の残留物からあるものが見つかったらしい。あるものって？有機物の塊、すでに消化されてドロドロに溶けた状態だったから解析に時間がかかったみたいなんだが。そいつは一体何だったんだ？名波祥子の目玉だ。